県は新型コロナの感染拡大を受け、県全域に出している緊急特別要請について、期限を迎えるあさって21日で終了することを決めました。県は年明け以降感染が急拡大した第6波では、政府のまん延防止等重点措置の適用は求めず、企業に対するテレワークの推進や、学校での部活動の自粛など、県独自の緊急特別要請を先月1日から出してきました。 今日開いた対策本部会議で県内の医療提供体制への負担が緩和傾向にあるとしてあさって21日までの期限を延長せず終了することを決めました22日以降はワクチンの3回目接種などを引き続き求める再拡大防止期間を来月10日まで設けます